担当されてるんですけど、はい、実はあの私の師匠でもあったりするので、なんかちょっと今日は変なプレッシャーを感じてるんですけども、すぐ横ですもんね、はい、そうなんですよね。あの楽しくあの商品の方をご紹介させて楽しくお手柔らかにお願いできればと思います。はい、はい、では早速なんですけども、本日我々の方からご紹介させていただく商品がですね、こちら、はい、デジバイスの、前半パートにも登場したんですけれども、おデジモンアドベンチャー25周年を記念しまして、究極進化したデジバイス25th カラーエボリューションでございます。はい、なんだこれ、バグモンが歩いてる、今どっか行ってる、はい、ちょこちょこと動いてくれてますが、こちらをご覧いただければと思います。どうぞ。無限大な夢、忘れられないあの夏の冒険から25年、今冒険が進化する。デジバイスがついに究極進化。君を待ってた。鮮やかによみがえったデジタルワールドを選ばれし子供たちの一人になりきって大冒険。あの頃のあなたは誰になりたかった？さあデジバイスを持って冒険へ出かけよう。仲間との出会い、強敵とのバトル、心に響くストーリー、楽しさはそのままに、全てがパワーアップ。冒険の中で育まれる仲間との友情、そしてパートナーデジモンとの絆。冒険はもちろん、一緒に遊んだり焚き火を囲んだり楽しい時間を過ごそう。絆を深めればデジモンたちが進化。光と振動で盛り上がるバトル、仲間たちと共に強敵に挑め。育てたデジモンはもちろん対戦も可能。その他にもあの頃の思い出が蘇る機能が盛りだくさん。僕が大地を守らなきゃ。さあ映像が、音が、光が、進化した冒険へ。デジバイス 25th カラーエボリューション予約受付中。デラックス版も。やるじゃない。ありがとうございます。師匠、その言葉本当に胸に響きます。いや、私あのデジバイスたくさん持ってるんですけれども、これはちょっともう詳しくお願いいたします。もっと知りたい。はい、このデジバイス 25th カラーエボリューションは、我々アニメ当時、放送当時なんですけども、僕たち視聴者だった、子供たちがですね、あの今となったトイの開発チームに入っておりまして、今の技術を使えばどんなデジバイスが生み出せるだろうっていうことを思いながら、作らせていただいた商品になっております。この25周年を迎えるタイミングで、こちらの商品を出させていただきました。はい、自分の願望を商品にしてるってことですね。まあそうですね、はい、夢がね、夢がでも叶っちゃったってことですね。いや、叶ってるじゃん、すごい。99年当時からデジバイスバージョンコンプリートまで今なお続いているおなじみの歩数でデジタルワールドを冒険するという遊びのコンセプトは踏襲しつつ、今の技術でフルカラー液晶、BGM、ハンドボイスも演出として追加しておりまして、究極進化したデジバイスになっております。それでは実際にちょっといろいろ見せていただいてもよろしいですか？はい、ぜひ。今回ですね、買ってすぐあの一番最初の立ち上げ画面から皆様に一緒にあの見ていただきたいなと思いまして、はい、まさに今立ち上げる瞬間からぜひ見てください。ここまず立ち上げます。早くないですか？あ、本当だ。あ、この音、音だね。ここから始まりました。うん、でカラーになるというところで、カラーになるんだ。はい、で今回あの8人の選ばれし子どもたちになれるなって、パートナーデジモンともいろいろあの楽しめるっていう仕様になってますので、好きなあの子供たちを選ぶ、はい、画面になります。そうで
で今回は太一とアグモンにさせていただきます。あ、おー、なんだ、これ、はい、自己紹介をしてくれて、声こんな風に喋るの、はい、キャラクターごとに光の色が違うんだ。その通りでございます。発色は確実にございます。あの色になるんですね。じゃあ、はい、そうです。わー、すごい。すると、はい、あ、おー、おお、この曲は進化ですね。そっから、ドーン、うわー、オレンジ、進化した。本当だ、はい、進化シーンもしっかり入れております。で最初にプレゼントアイテムがもらえます。はい、聞いてください。起動してすぐあのバタフライが、バタフライが流れます。和田さんも喜んでるよ。でもあの第1話のトロピカルジャングルからスタートというところで、でデジバイスおなじみのこの振って歩く、振って歩く演出なんですけども、ちょっと見えますかね、こう背景が動いてますね。実際にアグモンと、手前になんか、ね、はい、木みたいな枝みたいな冒険しているような演出が楽しめます。こんなことできんだ今。あとこの下のボタンを長押しするとですね、こうアグモンが自分に語りかけてくれるという。坂本さん、ぜひこのデジバイスをつけて歩いてみてください。すごい、ちょっとオープニングが流れてますね。聞こえてます。めっちゃ子供の笑顔ですね。めっちゃ歩いてる、歩いてる。私はいいのか、歩かなくて。歩きましょう。私は歩かなくていい。すごい。実際あのお洋服につけていただいて歩いていただくことで、自分がこういうあのデジタルワールドを冒険しているような、お歌も聞こえてます。ここに、あとその液晶の凄さもですけれども、かなりゲーム性も、ね、そう、今回さっき紹介でしたね、うん、おっしゃる通り今回進化したのは冒険の演出だけじゃないんです。バトルやイベントもあの超絶進化してまして、ステージごとに決まった歩数を歩くとイベントやバトルが発生しますので、それを次はですね、ぜひ体験していただきたいということで、山口さん、はい、今回はあのバトル演出が見れるイベントを用意しましたので、ぜひ遊んでみてください。遊びます、やります、やっぱりね、やらせて、やらせていただきます。それで、あ、来た、お、出てきた、なんか来たよ。今日はですね、あのシェルモンと戦っていただこうかなと思うんですけども、はい、任せろ。でバトル開始なんですけど、今下にフレっていう、はい、フレっていう今回のはバトルなんですね。はい、振ることで相手に勝つというところで、なるほど、はい、上をもう一回押していただいて、はい。はい、でここで選ぶんですけど、うん、ガブモンからさらに進化できるんですね。進化しちゃう。で今回ガルルモンでぜひ、はい、はい、押してください。はい、するとですね、進化シーンが流れます。ブレイブハート、そうです、もうブレイブハートを BGM に戦える。またすごい、またすごい、ガブモンバージョン。そしてさっきはオレンジでしたけど、はい、ドーン、行くよ。これもうデジバイスとしてもですけど、なんかデジモンアドベンチャーを持ち歩く感覚ですね。そうです、すごい綺麗。そうだな。お互い攻撃をし合うというターンが来るんですけども、でシェルモンも、はい、攻撃が、もう綺麗、綺麗で綺麗で、次振ってください。振ってください。これで相手のヒットポイントがなくなるまでバトルをしていた感じなんですけど、自分が攻撃出して相手が攻撃を出して、こう最後攻め合うみたいなのがあるんですけども、本体が光った時に触れとか、触れ、命の限り触れ、死んでも触れ、ブーティタブーティタブーティタ、震えるんです、バイブレーション付きで、はい、バトルの時も、はい、実はバトルの時もこうバイブレーションがブーって震えてですね、はい、そうなんだ、臨場感がすごいんだね、なんか可愛くなった、可愛い、で勝利というところで、はい、おお、そし
で今ガブモンからガルルモンの進化シーンございましたが、今日は特別にグレイモンからメタルグレイモンへの進化シーンを皆様にお見せできたらと思います。本当はもっと歩かないといけないけどね、はい、特別にね、そう、わあ、この音楽がやっぱりいいですね。お、音もいいですね。来た、メタリック、質感が、ね、CG だ、綺麗に表現されてますね。実際アニメも CG だったから ね、今回、はい、メタルグレイモンだったんですけど、選ばし8人の子どもたち全員収録してますので、ぜひ皆さんも推しの子どもたちの進化シーン、ぜひ買ってみて見てみてください、はい、さらにですね、先ほどシェルモンともバトルしていただいたんですけども、冒険の中で重要なボスが待ち受けていることがありまして、でこちらをクリアするとですね、新たなステージが開放されていくような仕組みになっているんですけども、その大事なこの新しいステージが開放されるボスを倒すとですね、なんと場面写がこうパスッとこう本体の中に挟み込まれて、アニメの演出も見れるような形の商品になっておりますので、はい、例えばなんですけど、無限マウンテンでデビモンを倒すとですね、デビモンが島をこうバーンって壊しちゃうようなシーンとかがこうデジバイスの中で再現されまして、まあ、当時のアニメを思い出しながら楽しんでいただけるっていうのは仕様になってます。はい、でその他にもですね、過去のデジバイスには実装されてないようなイベントも多数用意させていただいておりまして、まあ、ゲットできるアイテムとかもあったりしますので、遊びの幅が広がっているような商品に仕上げさせていただいております。はい、いやでも本当これ25年間でまさにね、うん、It evolved so many times、 何度もこう進化していったわけですけれども、うん、これ海外の方もねすごいワクワクして、これどうやって手に入るのって気になってると思うんですけど、これ受注とかはどのような流れになってるんですか？はい、受注がですね、まさに今日のデジモンコンの放送後にプレミアムバンダイで受注開始します。今日、ぜひ皆さんこの放映後にプレミアムバンダイ要チェックお願いいたします。はい、そしてですね、さらに今回はなんとこれだけではないんです、うん、はい、今回ですね、25周年を記念しまして PV にもちらっと出ましたけども、太一カラーバージョンと大和カラーバージョンのデラックスセットもそれぞれご用意させていただいております。セット、はい、こちら、はい、はい、デラックスだ、ありがとうございます。空バージョンはないんですか？すみません、今回太一と大和は、それはまずこれからこれから、はい、これからですね。まずだから、そうですね、スペシャルセットのポイントとしては、まあ、本体のカラーがですね、太一くんと大和くんが使っていた完全体に進化するときに、この色になってたと思うんですけども、かつ、うん、玩具でも最初に出たカラーがこの2色だったんで、オリジナルのカラーの2色の方を、ご用意させていただいております。はい、でですね、さらにですね、こちらデラックスセットということで豪華特典の方もついております、うん、はい、はい、まず一つ目なんですけども、25周年記念 の、 タグと紋章がついております。はい、今回、はい、アニメ設定に合わせまして新規設計し直したこちらのタグと紋章が今回デラックス版を買っていただくとセット内容として入っております。これも持ってるけど、またじゃあ新しくしないと私、はい、新規造形で、はい、それだけじゃないんです。まだあるの？もう一丁いきます。はい、二つ目なんですけども、やめとけよ、やりすぎだよ、作っちゃったんですけど、アニバーサリーアートブックというものも、今回ご用意させていただいているような形になっております。で今回はですね、こちらのデジバイス 25th カラーエボリューションを作成させていただくにあたりまして、新規で書き起こしたイラストであったりですとか、あと玩具の中で使用している選ばれし子どもたちやデジモンたちのドット絵っていうのを、こちらのブックの中に入れております。絵が綺麗すぎて、はい、ゲームの資料に見えないアニメの資料にしよう、はい、デジバイスに使っているこういったグラフィックが見られます。玩具の中に使用されているデータをこういうアートブックにしたことって多分過去なかったかなと思っておりまして、はい、ちょっと25周年のですね、記念した、はい、新しい特典という形で皆様にご提案させていただければなと思っている。こんな堂々と見せられないもん、昔のゲームそうですね、はい、今回はしっかりと
初めてこういう形でまとめさせていただきましたので、ぜひ皆様もこちらもお手に取っていただければと思っております、はい、こちらの水色の通常版に加えまして、今ご説明しましたデラックスセットの詳細などは今後も順次最新情報や本日お伝えしきれなかった情報などもデジモンウェブ公式ホームページなどから順次情報更新していきますので、ぜひそちらも合わせてご確認ください。はい、ありがとうございました。You gotta check out the Digimon website、ね、for more details. これすごいですね。すごい。いや、本当25年間にふさわしいデジバイス、はい、誕生ということです。